リックは下元リックマートとは株式会社三つうプロビジョンズが九州地区で展開するコンビニエンスストアである。本校では同社によるその他の展開ブランドについても触れる。リックマートやリックはボランタリーチェーン方式をとっており、ロイヤルティが大手コンビニチェーンよりも低い。24時間営業。 年中無休を強制しない方針で、深夜や土日祝日などには休業する店舗もある。また、パンや弁当を店で作っている店舗もある。リックストアの店舗例。エブリワンから転換したもの、一時期は630店にまでなっており、2001年の店舗数は537店、2000年の売上は310億円と、九州コンビニエンスシステムズ内のコンビニでは最も、 規模が大きかった。しかしその後は店舗数の減少が目立ち、2006年11月には新たに10店舗を出店して230店舗体制にすることを経済史で明らかにしているが、2009年には193店にまで落ち込んでいる。リックスとはブランド店舗の例2015年11月には、翌年4月に株式会社ファミリーマートが 三ツうロコグループへココストアリテールの全株式を売却することが決定。これと並行して2015年時点でココストアリテールが事業展開する食料品店や飲食店など約150店にファミリーマートの店舗と立地が重なるココストア系コンビニなど約250店を合わせ株式会社ファミリーマートより三ツうロコグループへ譲渡することが発表された。 2016年4月15日に予定通り全株式譲渡が実施されるとともにファミリーマートはココストア系全店舗約800店舗のうち最大約380店舗を譲渡することとなった。ココストアリテールはイズミックを中心としたミックスグループの会社であったが同社が事業展開するコンビニ、小売店などの一部を含めて密売旅コグループの参加に入ることとなった。 交渉の結果、ファミリーマートは、同年8月26日にココストアエブリワンの69店舗を10月1日付で、ココストアリテールに譲渡することを発表。さらにその後、譲渡の時期が12月10日に変更されるとともに、店舗数も30店舗に減少し、前述のココストア系コンビニの譲渡は、この30店舗に止まった。なお、株式会社ファミリーマートと、 三つうグループは包括提携契約を結んでいる。なお、長崎県五島列島地域などのように一部の店舗については運営会社の意向でファミリーマートや三つうのいずれにも属さず、ポプラなど他のコンビニチェーン店に転換した店舗もあった。ここストアの関東、東海、近畿地方と沖縄県の店舗は、タックメイト、同チェーンの九州地区とエブリワンの店舗は、 リックストアへの野望変更が同年9月より順次実施されることとなった。この内沖縄県のタックメイトの店舗は転換から1年足らずで閉店している。ただし、同月下旬には三ツウロコグループが旧ココストアの一部店舗について従来のココストアの名称に戻す方針を表明したとする一部の報道も出て、いたが2021年時点では実現していない。 さらに2017年から地域に根ざした手作りの店というコンセプトで新たに三つうろ小グローサリーを展開している従来の焼きたてパンや手作り弁当といったサービスを継続させつつおめでたい焼き本舗のサービスを新たに取り入れるなど食に特化したブランドであるこれはどの店舗も元タックメイトリックストアからの転換点である三重県のい号店を皮切りに 東海三県、大分県、福岡県に7店舗を転換させた。その後、福岡県、岐阜県、愛知県の店舗は閉店。九州地方の店舗は、ポプラと提携した複合店であり、ポプラリックやポプラ MG の店舗で、ポプラのサービスも受けれるようになっていた。しかし、2021年には、山崎ワイショップとの複合店に切り替わり、また新たに、茨城県、 熊本県に展開していった。その後の結果、閉店や転換を行ったことにより、リックストア、ポプラリック、ポプラ MG の野号は消滅した。当社は、三ツウロコグローサリー、リック及びリックマート、リックストア、タックメイトといった直営とボランタリーチェーン方式の小売店事業、コンビニ事業約150店のほか各種売店や食堂、愛知県にて、和風カフェ、 コーヒーココンドー1店舗を展開している。三つうろこグローサリークワナキソミカワ公園店小売店、コンビニ事業をかつて展開していた、ブランドカフェ事業広報、プレスリリースなど一時資料、三つうろこプロビジョンズに関するカテゴリー。ありがとうございます。